彼は国会議員です。彼は国会議員です。彼は国会議員です。Ông ấy là một thành viên của Quốc hội. 彼は国会議員です。私が手伝いましょうか？私が手伝いましょうか？私が手伝いましょうか？ Tôi sẽ giúp bạn nhé. 私が手伝いましょうか？日本に住む外国人が増えています。日本に住む外国人が増えています。日本に住む外国人が増えています。số lượng người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản ngày càng tăng. 日本に住む外国人が増えています。彼はヨーロッパ諸国を旅行した。彼はヨーロッパ諸国を旅行した。彼はヨーロッパ諸国を旅行した。Anh ấy đi du lịch các nước châu Âu. 彼はヨーロッパ諸国を旅行した。私は健康な生活を送っています。私は健康な生活を送っています。私は健康な生活を送っています。Tôi sống một cuộc sống lành mạnh. 私は健康な生活を送っています。変な音が聞こえます。変な音が聞こえます。変な音が聞こえます。Tôi nghe thấy một tiếng động lạ. 変な音が聞こえます。妹はとてもおしゃべりです。妹はとてもおしゃべりです。妹はとてもおしゃべりです。Em gái tôi rất hay nói. 妹はとてもおしゃべりです。私には友達がたくさんいます。私には友達がたくさんいます。私には友達がたくさんいます。Tôi có nhiều bạn bè. 私には友達がたくさんいます。私はドラマを見るのが好きです。私はドラマを見るのが好きです。私はドラマを見るのが好きです。Tôi thích xem phim truyền hình. 私はドラマを見るのが好きです。弟が高等学校を卒業しました。弟が高等学校を卒業しました。弟が高等学校を卒業しました。Em trai tôi đã tốt nghiệp trung học. 弟が高等学校を卒業しました。彼女は荷物をまとめて出て行った。彼女は荷物をまとめて出て行った。彼女は荷物をまとめて出て行った。cô ấy thu dọn đồ đạc và rời đi. 彼女は荷物をまとめて出て行った。私は石につまずいた。私は石につまずいた。私は石につまずいた。Tôi vấp phải một hòn đá。私は石につまずいた。新しい法律ができた。新しい法律ができた。新しい法律ができた。Một luật mới đã được thông qua。新しい法律ができた。空が真っ青です。空が真っ青です。空が真っ青です。Bầu trời xanh thẳm。空が真っ青です。彼は牧場で馬に乗った。彼は牧場で馬に乗った。彼は牧場で馬に乗った。Anh ấy cưỡi ngựa ở trang trại。彼は牧場で馬に乗った。その建物の番地はわかりますか？その建物の番地はわかりますか？その建物の番地はわかりますか？Bạn có biết số của tòa nhà đó không? その建物の番地はわかりますか？夫の服をハンガーにかけた。夫の服をハンガーにかけた。夫の服をハンガーにかけた。Tôi treo quần áo của chồng lên móc。夫の服をハンガーにかけた。彼は能力のある社員です。彼は能力のある社員です。彼は能力のある社員です。Anh ấy là một nhân viên có năng lực。彼は能力のある社員です。ここは小さな町です。ここは小さな町です。ここは小さな町です。Đây là một thị trấn nhỏ。ここは小さな町です。今日は一人で映画を見ます。今日は一人で映画を見ます。今日は一人で映画を見ます。Hôm nay tôi sẽ xem phim một mình。今日は一人で映画を見ます。彼のお母さんは美人です。彼のお母さんは美人です。彼のお母さんは美人です。Mẹ anh ấy thật đẹp。彼のお母さんは美人です。ゴムが伸びてしまった。ゴムが伸びてしまった。ゴムが伸びてしまった。Dây cao su đã bị giãn。ゴムが伸びてしまった。新学期は来月の4日からです。新学期は来月の4日からです。新学期は来月の4日からです。Học kỳ mới bắt đầu vào ngày mùng 4 của tháng tới. 新学期は来月の4日からです。その鶏は毎朝鳴きます。その鶏は毎朝鳴きます。その鶏は毎朝鳴きます。Con gà trống đó gáy vào mỗi buổi sáng。その鶏は毎朝鳴きます。これは有名な画家の絵です。これは有名な画家の絵です。これは有名な画家の絵です。Đây là một bức tranh của một họa sĩ nổi tiếng。これは有名な画家の絵です。彼には子供が6人います。彼には子供が6人います。彼には子供が6人います。Ông ấy có 6 người con。彼には子供が6人います。歩道を歩きましょう。歩道を歩きましょう。歩道を歩きましょう。Hãy đi bộ trên vỉa hè nào。歩道を歩きましょう。今日は日本語の授業があります。今日は日本語の授業があります。今日は日本語の授業があります。Hôm nay tôi có tiết học tiếng Nhật。今日は日本語の授業があります。私はお昼にうどんを食べました。私はお昼にうどんを食べました。私はお昼にうどんを食べました。Tôi đã ăn udon cho bữa trưa。私はお昼にうどんを食べました。虫に腕を刺されました。虫に腕を刺されました。虫に腕を刺されました。Tôi bị côn trùng cắn vào cánh tay。虫に腕を刺されました。私は夏に京都を訪れました。私は夏に京都を訪れました。私は夏に京都を訪れました。Tôi đã đến thăm Kyoto vào mùa hè。私は夏に京都を訪れました。この荷物の重さを測ってください。この荷物の重さを測ってください。この荷物の重さを測ってください。Hãy cân trọng lượng của hành lý này。この荷物の重さを測ってください。昨日、新しい服を買った。昨日、新しい服を買った。昨日、新しい服を買った。Tôi đã mua quần áo mới ngày hôm qua。昨日、新しい服を買った。ハワイは4回目です。ハワイは4回目です。ハワイは4回目です。Đây là chuyến thứ tư của tôi đến Hawaii. ハワイは4回目です。お茶碗にご飯をよそいました。お茶碗にご飯をよそいました。お茶碗にご飯をよそいました。Tôi dọn cơm ra bát。お茶碗にご飯をよそいました。朝、カーテンを開けた。朝、カーテンを開けた。朝、カーテンを開けた。Tôi mở rèm cửa vào buổi sáng。朝、カーテンを開けた。鳥が窓から逃げたよ。鳥が窓から逃げたよ。鳥が窓から逃げたよ。Một con chim bay ra ngoài cửa sổ。鳥が窓から逃げたよ。気温は35度に達した。気温は35度に達した。気温は35度に達した。nhiệt độ lên tới 35 độ。気温は35度に達した。そのかわいそうな子供たちは食べるものがない。そのかわいそうな子供たちは食べるものがない。そのかわいそうな子供たちは食べるものがない。những đứa trẻ nghèo không có gì để ăn。そのかわいそうな子供たちは食べるものがない。答えが違います。答えが違います。答えが違います。câu trả lời là sai。答えが違います。私は右手で字を書きます。私は右手で字を書きます。私は右手で字を書きます。tôi viết bằng tay phải。私は右手で字を書きます。鍋にスープが入っているよ。鍋にスープが入っているよ。鍋にスープが入っているよ。có súp trong nồi đấy。鍋にスープが入っているよ。親の愛はありがたい。親の愛はありがたい。親の愛はありがたい。tôi biết ơn tình yêu của cha mẹ tôi。親の愛はありがたい。これは桜の葉です。これは桜の葉です。これは桜の葉です。đây là một chiếc lá anh đào。これは桜の葉です。この町は人口が増えた。この町は人口が増えた。この町は人口が増えた。dân số của thị trấn này đã tăng lên. この町は人口が増えた。合格者が発表された。合格者が発表された。合格者が発表された。ứng viên thi đậu đã được công bố. 合格者が発表された。大変なことが起こりました。大変なことが起こりました。大変なことが起こりました。một điều khủng khiếp đã xảy ra. 大変なことが起こりました。彼女の髪はとても長い。彼女の髪はとても長い。彼女の髪はとても長い。tóc cô ấy rất dài. 彼女の髪はとても長い。チョークで黒板に字を書きました。チョークで黒板に字を書きました。チョークで黒板に字を書きました。tôi đã viết lên bảng đen bằng phấn. チョークで黒板に字を書きました。兄はアルバイトをしています。兄はアルバイトをしています。兄はアルバイトをしています。anh trai tôi làm việc bán thời gian. 兄はアルバイトをしています。この風邪薬を飲みなさい。この風邪薬を飲みなさい。この風邪薬を飲みなさい。hãy uống thuốc cảm này。この風邪薬を飲みなさい。私は森を歩くのが好きです。私は森を歩くのが好きです。私は森を歩くのが好きです。tôi thích đi dạo trong rừng。私は森を歩くのが好きです。はじめに会長が挨拶した。はじめに会長が挨拶した。はじめに会長が挨拶した。đầu tiên là lời chào của chủ tọa。はじめに会長が挨拶した。土曜日の夜はクラブに行きます。土曜日の夜はクラブに行きます。土曜日の夜はクラブに行きます。tôi đến câu lạc bộ vào tối thứ bảy。土曜日の夜はクラブに行きます。これは非常に重要です。これは非常に重要です。これは非常に重要です。cái này rất quan trọng。これは非常に重要です。もちろん一緒に行きます。もちろん一緒に行きます。もちろん一緒に行きます。Tất nhiên tôi sẽ đi với bạn. もちろん一緒に行きます。彼女は祭りが大好きです。彼女は祭りが大好きです。彼女は祭りが大好きです。Cô ấy yêu lễ hội。彼女は祭りが大好きです。その写真を見せてください。その写真を見せてください。その写真を見せてください。Xin vui lòng cho tôi xem hình ảnh đó。その写真を見せてください。彼女は命令に従わなかった。彼女は命令に従わなかった。彼女は命令に従わなかった。Cô ấy đã không tuân theo mệnh lệnh。彼女は命令に従わなかった。最近、食事を減らしています。最近、食事を減らしています。最近、食事を減らしています。Gần đây tôi đã ăn ít hơn。最近、食事を減らしています。彼女は腕を怪我した。彼女は腕を怪我した。彼女は腕を怪我した。Cô ấy bị thương ở cánh tay。彼女は腕を怪我した。今日のドアに人が来ています。今日のドアに人が来ています。今日のドアに人が来ています。Ai đó đang đến cửa trước。今日のドアに人が来ています。彼の就職のお祝いをしよう。彼の就職のお祝いをしよう。彼の就職のお祝いをしよう。Hãy chúc mừng công việc mới của anh ấy nào。彼の就職のお祝いをしよう。近所に泥棒が入った。近所に泥棒が入った。近所に泥棒が入った。một tên trộm đột nhập vào khu phố。近所に泥棒が入った。自転車は便利な乗り物です。自転車は便利な乗り物です。自転車は便利な乗り物です。Xe đạp là một phương tiện giao thông thuận tiện。自転車は便利な乗り物です。今日の午後、大事な会議があります。今日の午後、大事な会議があります。今日の午後、大事な会議があります。Chiều nay tôi có một cuộc họp quan trọng。今日の午後、大事な会議があります。去年、引っ越ししました。去年、引っ越ししました。去年、引っ越ししました。tôi đã chuyển đi vào năm ngoái。去年、引っ越ししました。友人から手紙をもらいました。友人から手紙をもらいました。友人から手紙をもらいました。tôi nhận được một lá thư từ một người bạn。友人から手紙をもらいました。彼が元気になるよう願っています。彼が元気になるよう願っています。彼が元気になるよう願っています。tôi hy vọng anh ấy sẽ khỏe lại。彼が元気になるよう願っています。そろそろ始めましょうか。そろそろ始めましょうか。そろそろ始めましょうか。chúng ta bắt đầu bây giờ nhé。そろそろ始めましょうか。妹はバレーボールが得意です。妹はバレーボールが得意です。妹はバレーボールが得意です。Em gái tôi giỏi bóng chuyền。妹はバレーボールが得意です。彼女の誕生日は7月16日です。彼女の誕生日は7月16日です。彼女の誕生日は7月16日です。sinh nhật của cô ấy là ngày 16 tháng 7。彼女の誕生日は7月16日です。男の人が私たちに話しかけた。男の人が私たちに話しかけた。男の人が私たちに話しかけた。một người đàn ông đã bắt chuyện với chúng tôi。男の人が私たちに話しかけた。私は父が大好きです。私は父が大好きです。私は父が大好きです。tôi yêu cha tôi。私は父が大好きです。今日、工場の見学に行きました。今日、工場の見学に行きました。今日、工場の見学に行きました。tôi đã đi thăm nhà máy ngày hôm nay。今日、工場の見学に行きました。これをください。これをください。これをください。Hãy cho tôi cái này. これをください。私は毎日たくさん野菜を食べます。私は毎日たくさん野菜を食べます。私は毎日たくさん野菜を食べます。Tôi ăn rất nhiều rau mỗi ngày. 私は毎日たくさん野菜を食べます。いい匂いがする。いい匂いがする。いい匂いがする。Mùi thơm quá。いい匂いがする。彼女は秋に結婚します。彼女は秋に結婚します。彼女は秋に結婚します。cô ấy sẽ kết hôn vào mùa thu。彼女は秋に結婚します。これはかなり金がかかった。これはかなり金がかかった。これはかなり金がかかった。điều này tốn khá nhiều tiền。これはかなり金がかかった。彼は大きな荷物を持ってきた。彼は大きな荷物を持ってきた。彼は大きな荷物を持ってきた。Anh ấy mang theo một cái túi đồ lớn đến。彼は大きな荷物を持ってきた。そっちが私の部屋です。そっちが私の部屋です。そっちが私の部屋です。đó là phòng của tôi。そっちが私の部屋です。支払いはカードでお願いします。支払いはカードでお願いします。支払いはカードでお願いします。vui lòng thanh toán bằng thẻ。支払いはカードでお願いします。あの大きい建物は何ですか？あの大きい建物は何ですか？あの大きい建物は何ですか？Tòa nhà lớn đó là gì？あの大きい建物は何ですか？このぶどうは酸っぱいです。このぶどうは酸っぱいです。このぶどうは酸っぱいです。loại nho này chua。このぶどうは酸っぱいです。ボールペンで名前を書いてください。ボールペンで名前を書いてください。ボールペンで名前を書いてください。Hãy viết tên của bạn bằng bút bi。ボールペンで名前を書いてください。レシートを財布に入れました。レシートを財布に入れました。レシートを財布に入れました。Tôi cho hóa đơn vào trong ví của tôi。レシートを財布に入れました。彼女が私のスケジュールを管理している。彼女が私のスケジュールを管理している。彼女が私のスケジュールを管理している。cô ấy quản lý lịch trình của tôi。彼女が私のスケジュールを管理している。私は反対です。私は反対です。私は反対です。tôi phản đối。私は反対です。冬は暖房が必要です。冬は暖房が必要です。冬は暖房が必要です。hệ thống sưởi là cần thiết trong mùa đông。冬は暖房が必要です。新しい洗濯機を買いました。新しい洗濯機を買いました。新しい洗濯機を買いました。tôi đã mua một chiếc máy giặt mới。新しい洗濯機を買いました。ワインを少し飲みました。ワインを少し飲みました。ワインを少し飲みました。tôi đã uống một ít rượu。ワインを少し飲みました。信号が青になった。信号が青になった。信号が青になった。tín hiệu giao thông đã chuyển sang màu xanh lá cây。信号が青になった。夕食に牛肉を買った。夕食に牛肉を買った。夕食に牛肉を買った。tôi đã mua thịt bò trước bữa tối。夕食に牛肉を買った。椅子の数を数えてください。椅子の数を数えてください。椅子の数を数えてください。hãy đếm số lượng ghế。椅子の数を数えてください。この頃、よく肩が凝る。この頃、よく肩が凝る。この頃、よく肩が凝る。dạo này tôi hay bị mỏi vai。この頃、よく肩が凝る。兄はバイクが大好きです。兄はバイクが大好きです。兄はバイクが大好きです。anh trai tôi thích xe máy。兄はバイクが大好きです。うちの長女は10歳です。うちの長女は10歳です。うちの長女は10歳です。Con gái lớn của tôi 10 tuổi. うちの長女は10歳です。この本は難しいですね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 。カレーライスはスプーンで食べます。カレーライスはスプーンで食べます。カレーライスはスプーンで食べます。Cơm cà ri được ăn bằng thìa. カレーライスはスプーンで食べます。テーブルの上にごちそうが並んでいる。テーブルの上にごちそうが並んでいる。テーブルの上にごちそうが並んでいる。Trên bàn có xếp các món ăn ngon đãi khách. テーブルの上にごちそうが並んでいる。この会社の工場は海の近くにある。この会社の工場は海の近くにある。この会社の工場は海の近くにある。Nhà máy của công ty này ở gần biển. この会社の工場は海の近くにある。昨日床屋で髪を切った。昨日床屋で髪を切った。昨日床屋で髪を切った。Hôm qua tôi đã cắt tóc ở tiệm cắt tóc. 昨日床屋で髪を切った。グループの中で意見が分かれました。グループの中で意見が分かれました。グループの中で意見が分かれました。意見がbị chia rẽ trong nhóm。グループの中で意見が分かれました。ずいぶん早く終わったね。ずいぶん早く終わったね。ずいぶん早く終わったね。Nó kết thúc khá nhanh nhỉ? ずいぶん早く終わったね。このシャツは少しきついです。このシャツは少しきついです。このシャツは少しきついです。Chiếc áo này hơi chật. このシャツは少しきついです。今年は雨が少な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 いです。新しい電池を入れましょう。新しい電池を入れましょう。新しい電池を入れましょう。Lắp pin mới nào。新しい電池を入れましょう。もうお金がなくなりました。もうお金がなくなりました。もうお金がなくなりました。Tôi đã hết tiền。もうお金がなくなりました。赤い線を2本引いてください。赤い線を2本引いてください。赤い線を2本引いてください。Hãy vẽ hai đường màu đỏ。赤い線を2本引いてください。あなたのお兄さんは何歳？あなたのお兄さんは何歳？あなたのお兄さんは何歳？Anh trai bạn bao nhiêu tuổi？あなたのお兄さんは何歳？彼は恋人を失った。彼は恋人を失った。彼は恋人を失った。Anh ấy đã mất người yêu。彼は恋人を失った。駅はどこですか？駅はどこですか？駅はどこですか？Nhà ga ở đâu ạ？駅はどこですか？カレンダーに予定を書いた。カレンダーに予定を書いた。Tôi đã ghi kế hoạch trên lịch của tôi。カレンダーに予定を書いた。その踏切は長い。その踏切は長い。その踏切は長い。Đoạn giao cắt với đường sắt này dài。その踏切は長い。兄は水泳が得意です。兄は水泳が得意です。兄は水泳が得意です。Anh trai tôi giỏi bơi lội。兄は水泳が得意です。彼は交通事故に遭った。彼は交通事故に遭った。彼は交通事故に遭った。Anh ấy gặp tai nạn xe hơi。彼は交通事故に遭った。体重がかなり減りました。体重がかなり減りました。体重がかなり減りました。Tôi đã giảm cân khá nhiều。体重がかなり減りました。この本は全然面白くなかった。この本は全然面白くなかった。この本は全然面白くなかった。Cuốn sách này không thú vị chút nào。この本は全然面白くなかった。私は人々の役に立ちたいと思っています。私は人々の役に立ちたいと思っています。私は人々の役に立ちたいと思っています。Tôi muốn giúp ích cho mọi người。私は人々の役に立ちたいと思っています。おばは大阪に住んでいます。おばは大阪に住んでいます。おばは大阪に住んでいます。Dì của tôi sống ở Osaka。おばは大阪に住んでいます。床が濡れている。床が濡れている。床が濡れている。cái sàn đang ướt。床が濡れている。小さな川を渡りました。小さな川を渡りました。小さな川を渡りました。Tôi đã băng qua một con sông nhỏ。小さな川を渡りました。私は柔道を習っています。私は柔道を習っています。私は柔道を習っています。Tôi đang học judo。私は柔道を習っています。昼食にお寿司を食べました。昼食にお寿司を食べました。昼食にお寿司を食べました。Tôi đã ăn sushi cho bữa trưa。昼食にお寿司を食べました。みんなに会議の日にちを知らせた。みんなに会議の日にちを知らせた。みんなに会議の日にちを知らせた。Tôi đã thông báo cho mọi người về ngày họp。みんなに会議の日にちを知らせた。家から学校までは遠いです。家から学校までは遠いです。家から学校までは遠いです。Từ nhà tôi đến trường thì xa。家から学校までは遠いです。姉は大学生です。姉は大学生です。姉は大学生です。Em gái tôi là sinh viên đại học。姉は大学生です。靴売り場はどこですか？靴売り場はどこですか？靴売り場はどこですか？cửa hàng giày dép ở đâu ạ？靴売り場はどこですか？フォークをもらえますか？フォークをもらえますか？フォークをもらえますか？Cho tôi cái nĩa được không? フォークをもらえますか？あの人たちはみんな同じ方向を見ている。あの人たちはみんな同じ方向を見ている。あの人たちはみんな同じ方向を見ている。Họ đang đều nhìn về cùng một hướng。あの人たちはみんな同じ方向を見ている。地震でガスが止まった。地震でガスが止まった。地震でガスが止まった。khí đốt đã bị ngừng cung cấp do động đất。地震でガスが止まった。彼はもっと運動した方がいい。彼はもっと運動した方がいい。彼はもっと運動した方がいい。Anh ấy nên tập thể dục nhiều hơn。彼はもっと運動した方がいい。私は毎日自炊している。私は毎日自炊している。私は毎日自炊している。Tôi tự nấu ăn mỗi ngày。私は毎日自炊している。大切な用事を思い出しました。大切な用事を思い出しました。大切な用事を思い出しました。Tôi nhớ ra một điều quan trọng。大切な用事を思い出しました。現在の気温は30度です。現在の気温は30度です。現在の気温は30度です。nhiệt độ hiện tại là 30 độ。現在の気温は30度です。党の代表が質問に答えました。党の代表が質問に答えました。党の代表が質問に答えました。đại diện đảng trả lời câu hỏi。党の代表が質問に答えました。今日はとても眠いです。今日はとても眠いです。今日はとても眠いです。hôm nay tôi rất buồn ngủ。今日はとても眠いです。彼はその計画を実行した。彼はその計画を実行した。彼はその計画を実行した。Ông ấy đã thực hiện kế hoạch。彼はその計画を実行した。この電車は東京まで停車いたしません。この電車は東京まで停車いたしません。この電車は東京まで停車いたしません。chuyến tàu này không dừng cho tới tận Tokyo。この電車は東京まで停車いたしません。彼は高校教師だ。彼は高校教師だ。彼は高校教師だ。Anh ấy là một giáo viên trung học。彼は高校教師だ。缶に飴が入っています。缶に飴が入っています。缶に飴が入っています。có kẹo trong hộp。缶に飴が入っています。私は低い枕が好きです。私は低い枕が好きです。私は低い枕が好きです。tôi thích gối thấp。私は低い枕が好きです。では、また明日。では、また明日。では、また明日。hẹn gặp bạn vào ngày mai。では、また明日。今日の予定を教えてください。今日の予定を教えてください。今日の予定を教えてください。vui lòng cho tôi biết lịch trình của bạn ngày hôm nay。今日の予定を教えてください。今日は休みです。今日は休みです。今日は休みです。hôm nay là ngày nghỉ。今日は休みです。この席、空いてますか？この席、空いてますか？この席、空いてますか？ghế này còn trống không ạ？この席、空いてますか？東京は日本の首都です。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 私は毎月貯金をしています。私は毎月貯金をしています。私は毎月貯金をしています。tôi tiết kiệm tiền hàng tháng。私は毎月貯金をしています。波がキラキラ光っていました。波がキラキラ光っていました。波がキラキラ光っていました。sóng lấp lánh。波がキラキラ光っていました。東の空が暗いです。東の空が暗いです。東の空が暗いです。Bầu trời phía đông tối đen。東の空が暗いです。約束を忘れないでください。約束を忘れないでください。約束を忘れないでください。Xin đừng quên lời hứa của bạn。約束を忘れないでください。話すのをやめてください。話すのを止めてください。話すのをやめてください。Làm ơn ngừng nói chuyện。話すのをやめてください。ウェーターが水を運んできました。ウェーターが水を運んできました。ウェーターが水を運んできました。Người phục vụ mang nước đến。ウェーターが水を運んできました。全体の 80% が完成しました。全体の 80% が完成しました。全体の 80% が完成しました。80% của toàn bộ được hoàn thành。全体の 80% が完成しました。ここで国際会議が開かれます。ここで国際会議が開かれます。ここで国際会議が開かれます。Hội nghị quốc tế được tổ chức ở đây。ここで国際会議が開かれます。火曜日に会議があります。火曜日に会議があります。火曜日に会議があります。Có một cuộc họp vào thứ ba。火曜日に会議があります。夏休みももう終わりだ。夏休みももう終わりだ。夏休みももう終わりだ。Kỳ nghỉ hè đã kết thúc。夏休みももう終わりだ。ファイルを結合して一つにしました。ファイルを結合して一つにしました。ファイルを結合して一つにしました。Tôi đã kết hợp các tệp thành một。ファイルを結合して一つにしました。東京まで片道切符を買った。東京まで片道切符を買った。東京まで片道切符を買った。Tôi đã mua vé một chiều đến Tokyo。東京まで片道切符を買った。あのおまわりさんに道を聞きましょう。あのおまわりさんに道を聞きましょう。あのおまわりさんに道を聞きましょう。Hãy hỏi đường ngay cảnh sát đó nào。あのおまわりさんに道を聞きましょう。昨年は地震が多い年でした。昨年は地震が多い年でした。昨年は地震が多い年でした。Năm ngoái là một năm có nhiều động đất。昨年は地震が多い年でした。彼女はいつもニコニコしています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 。この単語の意味を説明してください。この単語の意味を説明してください。この単語の意味を説明してください。Hãy giải thích ý nghĩa của từ này。この単語の意味を説明してください。明日は市民マラソンに参加します。明日は市民マラソンに参加します。明日は市民マラソンに参加します。Tôi sẽ tham gia cuộc thi marathon thành phố vào ngày mai。明日は市民マラソンに参加します。私は窓側の席に座った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 。彼女は新しい会社に移った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 。今日はとても暑い。今日はとても暑い。今日はとても暑い。ngày hôm nay rất nóng。今日はとても暑い。今夜は大いに語りましょう。今夜は大いに語りましょう。今夜は大いに語りましょう。Hãy nói về mọi thứ tối nay。今夜は大いに語りましょう。私はその番組をビデオに撮った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 。毎日、駅まで自転車で行きます。毎日、駅まで自転車で行きます。毎日、駅まで自転車で行きます。Tôi đi đến nhà ga bằng xe đạp mỗi ngày. 毎日、駅まで自転車で行きます。私は電車で通学しています。私は電車で通学しています。私は電車で通学しています。Tôi đi học bằng tàu điện. 私は電車で通学しています。質問は何ですか？質問は何ですか？質問は何ですか？Câu hỏi của bạn là gì? 質問は何ですか？主人は今、留守です。主人は今、留守です。主人は今、留守です。Chồng tôi giờ đang đi vắng. 主人は今、留守です。塩を少々入れてください。塩を少々入れてください。塩を少々入れてください。Vui lòng cho thêm một chút muối. 塩を少々入れてください。あと15分で出発です。あと15分で出発です。あと15分で出発です。Chúng tôi sẽ rời đi trong 15 phút nữa. あと15分で出発です。他に方法がありません。他に方法がありません。他に方法がありません。Không có cách nào khác. 他に方法がありません。ついに素晴らしい女性に会えた。ついに素晴らしい女性に会えた。ついに素晴らしい女性に会えた。cuối cùng tôi đã gặp một người phụ nữ tuyệt vời. ついに素晴らしい女性に会えた。窓を開けてください。窓を開けてください。窓を開けてください。Hãy mở cửa sổ ra. 窓を開けてください。友達の結婚式があった。先月、友達の結婚式があった。先月、友達の結婚式があった。đám cưới của bạn tôi vào tháng trước. 先月、友達の結婚式があった。次の角で左に曲がってください。次の角で左に曲がってください。次の角で左に曲がってください。Vui lòng rẽ trái ở ngã ba tiếp theo。次の角で左に曲がってください。白は雪の色です。白は雪の色です。白は雪の色です。Màu trắng là màu của tuyết。白は雪の色です。ここに本がありま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 す。ボールが彼の頭に当たった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 。今朝テレビでそのニュースを知りました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 。この学校は一クラス30人です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 。私たちは教会で結婚式をしました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 。毎年多くの人が海外へ旅行する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 。とても恥ずかしかった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 。木曜日は仕事が休みです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 。私の町は東京の北に位置します。私の町は東京の北に位置します。私の町は東京の北に位置します。thị trấn của tôi nằm ở bắc Tokyo。私の町は東京の北に位置します。会社の場所を教えてください。会社の場所を教えてください。会社の場所を教えてください。Hãy cho tôi biết vị trí công ty của bạn。会社の場所を教えてください。この住所に行ってください。この住所に行ってください。この住所に行ってください。Hãy đến địa chỉ này。この住所に行ってください。次男は今、海外にいます。次男は今、海外にいます。次男は今、海外にいます。Con trai thứ hai của tôi hiện đang ở nước ngoài。次男は今、海外にいます。図書館に本を返した。図書館に本を返した。図書館に本を返した。Tôi đã trả lại cuốn sách cho thư viện。図書館に本を返した。パンにバターを塗って食べました。パンにバターを塗って食べました。パンにバターを塗って食べました。Tôi phết bơ lên bánh mì và ăn。パンにバターを塗って食べました。なるべく早く来てください。なるべく早く来てください。なるべく早く来てください。Hãy đến càng sớm càng tốt。なるべく早く来てください。それは正しい答えです。それは正しい答えです。それは正しい答えです。Đó là câu trả lời đúng。それは正しい答えです。家の近くに小学校があります。家の近くに小学校があります。家の近くに小学校があります。Có một trường tiểu học gần nhà tôi。家の近くに小学校があります。彼にビデオを借りました。彼にビデオを借りました。彼にビデオを借りました。Tôi đã mượn băng video từ anh ấy。彼にビデオを借りました。